東京ドームには大観衆が詰めかけています。読売ジャイアンツ対阪神タイガースのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日はチケットが早々に完売だそうです。球場はご覧のように超満員、さすがに注目度が高いですね。いやもうこれはね、我々も非常に楽しみですよ。そうですね、超満員のお客さんが詰めかけています。7回の裏、ジャイアンツの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。岩崎が2番手としてコールされています。石川がバッターボックスに入ります。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える7回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね。とにかく先頭バッターを出したいですよ。さあまずは先頭バッターを出していきたい。はい、インコース決まってストライク、ファウルになります。3球目は何で来るか。打ちました、センターへ抜ける、ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー一塁です。さあこの同点に追いつきたい場面でノーアウトのランナーを置いています。そして打席にはピッチャーという場面です。ここはバントでいいでしょうね。はい、さあ送ってくるか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。見逃し三振、ワンアウトです。さあこの同点に追いつきたい場面で一塁にランナーを置いています。バッターボックスには吉川。まあまずは1点を取りたい状況ですから、バントで来るかもしれませんよね。なるほど、そうですか。まあ今のはよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体制ですね。そのように見逃して三振になります。ツーアウトになりました。バッターは2番坂本。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー一塁です。ああ、外野は下がってますね。バッターをかなり警戒していますね。そのようですね。切りました、ファウルボール。うちのボール打った、ぐんぐん伸びる。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになった。三塁へ送球、レフト前ヒット。坂本、これが今日の初ヒット。さあジャイアンツチャンスの場面を迎えています。この辺りで初球打っていった、飛びついて掴んだ、アウト。これはビッグプレー。ジャイアンツ2者残塁です。ため息に包まれた東京ドーム、7回終わって2対1、1点リードはタイガースです。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。西さん、最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。そうですね、まあもう一息でしたね。まあもうちょっと打線の奮起を期待したいですよね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。